こんにちは。よう。変な話だけど、ここにいなきゃならない。なぜかはわからないけど、エレミア・ケインの像に惹かれるんだ。大昔の復讐の精霊同士のつながりとかかな。あなたと同じで、ケインは一人で背負うには重すぎるものを背負ってた。ああ。大きな名誉が時に呪いになることも知ってた。自分は呪われたように思う？そりゃな。もちろんこうしてミッドナイトサンズの一員になれて、力の楊飛士を託されるなんて名誉を授かったのは最高だ。だけど同時に最悪でもある。運が良ければそう長く楊飛士を持たなくて済むかもしれない。必要ならいつまでも預かるよ。ブレイズがどのくらい持ってたか知らないけど、それと同じかもっとでもな。ロビーには荷が重いと言ったつもりじゃないわ。でも俺はちゃんと背負える。運もいらない。ブレイズの裏切りには幻滅したでしょうね。そのことだけど、リンボでの出来事をずっと考えてたんだ。戦いになる直前にさ、ブレイズが言ってたんだ。あんたの存在が鍵だって。楊飛士にとって、予言にとって、全てにとって。それであんたを倒せば世界は救われるって。ロビー、ブレイズを信用するな。だろ、言われなくても分かってるって。だからこそ自分でこの楊飛士を読んでみるべきだと思うんだ。彼があんなにあんたにこだわってた理由を知るために。楊飛士とダークホールドの力を侮ってはダメよ、ロビー。普通の本を読むのと同じように考えてはいけない。ほーら、また始まったぞ。ロビーにはまだ早いコールだ。ガキの頃初めて R 指定の映画を見たいとせがんだ時から散々言われてきた。いいか、俺は映画だってこっそり見に行ったし、楊飛士だって覗き見てやる。ロビー、これは思春期の背伸びとは訳が違う。自分の命を危険にさらすだけでなく、大切な人たちまで巻き込もうとしてるのよ。ああ、もう分かったよ。楊飛士は読まない。これで満足か？ええ、安心した。でも、読まないならどうするの？いつも通りさ。ただ座ってうんうん悩む。スタークがレンマ炉で作ってるものが早く完成しますようにって念じながらな。しばらく待たされるかも。今のは聞かなかったことにする。全部終わったらここに俺の銅像を建てないと。これは？よう、最近なんか作ってるか？興味深い。これは面白い。はっきり言ってくれ。もう説明しただろう。あれはただ単にデタラメを並べ立てただけだ。汚れしエルダーゴッドによって書かれ、そこには筆舌に尽くしがたい悪しき力が込められている。わかるよ、ダークホールドはヤバいんだろ。だが僕は科学者だ。欲しいのは事実、
何がすごくて何がそうでないか。つまり私にダークホールドの紹介文を書けとでも言うのか。何が書かれてるか知らないままコッパみじんにしてもいいが、中身を知っておいた方がずっと面白いだろう。中身はどうあれ、私はまだ君の作戦がうまくいくとは到底思えない。ならもったいつけずに何が問題か言ってみろ、ドクタースプーキー。ほら遠慮するな。もったいつけてなどいない。外の空気を吸ってくる。僕とストレンジが揉めていた理由を知りたいんだろう。事情は分かってる。ああ、魔法のことになるとすぐピリピリして高圧的になるんだ。何もかも謎めいてないとダメらしい。ベガスのマジシャンみたいにな。きっと僕が突然才能に目覚めて自分より優秀な魔法使いになることを恐れてるんだ。トニーが変に張り合うからよ。縄張りを犯されたように感じて彼が意固地になるのも無理はないわ。敵意のない競争ってやつだ。悪いことじゃないだろ。ストレンジはそう思っていないようだけど。あいつが戻ってきたらいつもより大きくニカッと笑ってみる。それで伝わるだろう、多分。二人が平和に協力し合う方法があるはずよ。僕らが同じアカペラグループで歌うことは絶対にない。だが僕は時間さえあればエルダーゴッドのプログラミング言語を解析できるはずだ。君には内容が理解できないかもしれないが、そこは僕の問題じゃない。ならダークホールドは画期的なテクノロジーのようなものだと思うの？全くその通りだ。そして他の素晴らしいテクノロジーと同様に、僕なら何に有効に使えるか見極めるのに相応時間はかからないだろう。蘇りし我が友よ、どんな問題にも解決策がある。僕は必ずそれを見つける。難しい挑戦だけど、あなたならきっとやり遂げられる。言われなくても分かってるが、何度言ってくれてもいいぞ。褒め言葉ならいくら言われても大歓迎だ。ストレンジはどうする？ふてくされるままにしておく気？ドクタースプーキーなら後で探しに行って僕の立場を説明しておく。あいつが理解できるまでな。ドクタースプーキーなんて呼ぶのもやめたら？そうだな、本名で呼んでやるとするか。スティーブン・スプーキーと。はあ、もう降参。おい、諦めるなよ。ガンマアクセラレーターの研究を続けないといけないだろ。必要なものも父の研究も手に入った。すぐにでも始めるぞ。本腰を入れて調査を始めよう。楊飛氏は一人でに燃え上がったりしないからな。魔術のポイントが知りたいんだ、トニー。ならばこれがそう。手紙書いてくれよ。我々のうちのどちらかは奇跡を起こすものではない。どちらがそうかは想像に任せる。またな。すごいね。あの鐘を覚えて、幼い頃のあなたを塔に登らせないようにするのは一苦労だった。何かと理由をつけては鐘を鳴らそうとしていたもん。紐を切ってしまおうかとも思った。知らなかったでしょ。これだけの時が過ぎた今、またあの鐘の音をつけるなんて思ってもみなかった。バラはあなたを締め出そうと必死だったけれど、なんだかんだと方法を見つけて敵には入ってしまったわね。夜明けに鐘を鳴らしてさらを叩き起こしたり。
ヒドラ兵が面倒を起こしている。排除しましょう。行こう。まだ私を狙っているようね。練習してたのね。その調子よ。できるだけ倒しなさい。
チャンスは十分ある。戻れてよかった。時間ならまだある。徹底的にやって。追い出してきたわ。お前もここまでだ。有利よ。もうすぐ時間切れよ。できるだけのことをして。こんな連中に勝ち目はないわ。強くなってしまう。
く？上達の兆しが見える。シャツもいいけど、パーカーも作ればよかった。君がいてくれてよかったよ、ハンタ。普通、君の時代にアメリカは存在しなかった。君の前、みんな一緒に戦う。それでいいんだ。君も君自身特別。僕はトニーなんか出会った頃の僕のように接してる。笑顔を浮かべて壊れ物に触るようにしながら君の思考回路を探ってるんだ。サンズのみんなも君を失望させたくないと思ってる。ニコは特にだ。好むと好まざるとに関わらず君の言動には重みがある。それを忘れないでくれ。ありがとう、覚えておくわ。なんだか偉そうだったな。気にしないでくれ。次が楽しみだよ。爪で切り裂けるほど緊張感が漂ってる。何かが、あるいは誰かがプツンと行くぞ。トニーとストレンジの口論を聞いたか。次は誰だ？パーカーとニコか。塹壕がいつ爆撃されるかという恐怖で兵士たちが正気を失うのは何度も見てきたが、客船連まで。家族は互いを守る。家族は愛し合う。家族は家族を救うためならどんな苦も厭わない。お前たちヒーローはそう説いているのではないか。だとしたらなぜあの卑しい偽善者メフィストの前にお前を放り出すのだ。愛しい我が子よ。どの口で家族の話をするの。私が裏切りに遭ったとき、お前はどこにいた。例によって大切な容疑者ばかり追いかけて、ブレイズやメフィストと変わらない。私の言うことを聞いていれば裏切られることもなかったのだ。問題をすり替えただけではないのか。お前がジョニー・ブレイズをどう言おうと、奴の魂は私が知る限り最強の部類に入る。数十年もの間誘惑に屈することなく楊飛氏を守り抜き、天使はもちろん悪魔とも戦い、
あまたの神々の玉座を震えさせた。彼を尊敬しているようね。事実を述べたまでだ。それが今、奴はその任から解放され、別の者が楊飛氏の守り手となった。ロビーよ、本気でその小僧が力の楊飛氏を扱えると思っているのか。もっともな指摘ね。ほう、ロビーはジョニー・ブレイズにはならない。それよりはるかに大きな存在になるからよ。私は迷いなく自分とこの世界の命運を彼の手に委ねる。私の最初の提案はまだ生きているぞ。お前が本当に友を大切に思い、重荷から解放してやりたいのなら、私に楊飛氏を渡せ。この警告を無視するなら、次はブレイズの裏切りなど微笑ましく思えるほどの災難を覚悟しろ。みんな私よりよく眠れてるといいけど。初めてリリスと世界の終わりについて聞いたときは、まさか死から蘇った17世紀の反悪魔の戦士が闇の軍勢を打ち負かす鍵になるなんて思いもしなかった。それでニコたちが君を蘇らせたのは正解だったと思ってる。最終的に世界を救うのは君だろうからね。一人じゃ世界を救えない。私たちはチームなのよ。ほら、そういうところだ。そうやって君はチームを正しい方向に導く方法を知ってる。私にリーダーの素質があると思う？思うじゃない、確信してる。あと少し君自身が成長する時間が必要なだけだ。僕も入隊した頃は40キロあるかないかで、風が吹いたら倒れるほどだった。とてもじゃないが昇級できそうな人間じゃなかった。でも僕は諦めなかった。君も諦めさせはしない。そんなバカな。僕もその夢を見たぞ。変なものでも食べたか。誰かの間違いでしょ。これ魔法とか呪いの類だと思うよ。みんな同じ悪夢を見たってことは、みんな同じ無意識の神経症にでもかかってるのか。やだやめてよ。我々全員が一人残らず同じ夢の状態を経験するなど万に一つもありえない。何か意味があるに違いない。つまり親愛なる隣人ハンターと話せってことね。マードクさんに商標登録してもらっとくべきだった。あの光景が頭から離れやしねえ。俺もだ。それに最近じゃ大きな意味を持つ。きっと何か合理的な答えがあるはずよ。答えは楊飛氏だ。あのページは悪さすんだ。あるいは警告だったか、あいつについての。あなたも夢を見た？夢って？話したかったらいつでも聞くよ。あんたも昨日俺たちと同じ夢を見たんだろう。見てないと思うけど、どんな夢？ワンだから聞いた方がいい。あいつはそういった類の話が得意だからな。とにかく昨夜見た夢であんたのことが心配になったんだ。私はあなたの方が心配よ。悪夢にうなされた挙句、仲間に疑いの目を向けるなんて。楊飛氏に取り憑かれてきてるわ。取り憑かれてなんかない。昨日の晩全員が全く同じ夢を見たんだぞ。それなら全員が取り憑かれてることになる。あり得る話よ。力の楊飛氏の持つ影響力はまだほとんど謎に包まれてる。そして今後も解明されることはない。正直破壊されるのが待ち遠しいよ。読むつもりはないってこと？当たり前だろ。
悪夢にうなされるからって理由だけじゃない。ブレイズが読んだものが何であれ、あれであいつはおかしくなって俺たちを裏切ったんだ。陽秘書を読んだら仲間を裏切ってしまうかもしれないと心配してるの、ロビー？ああ、まあな。ブレイズより強い心を持つあなたがそんなことをするはずない。ありがとうハンター、気が楽になったよ。それでもまだ読む気はないけどな。ワンダが話したがってるみたいだ。あんたの時間を独り占めするのはやめるよ。ワンダと話してやってくれ。そうだハンター。何ロビー？自分を大切にしろよ。ちゃんと大切にな。いつもしてる。みんなは何を騒いでるの？悪夢よ。昨日の晩全員が同じ夢を見た。それでみんな不安に思ってる。あなたも同じものを見たんじゃない？大聖院の中であなただけが見てないなんておかしいもの。悪夢なんて見てない。昨日はとってもよく眠れたしね。悪いけどハンター、それは嘘ね。夢なら見たけど、とてもいい夢をね。どうだかおかしいわね。昨晩みんながあなたの夢を見たのにあなただけ見てないなんて、何か意味があるのかも。待って、私の夢だったの？それってどういう意味？とりあえず言えるのは、あなたが何かに放り投げられてた。苦痛に顔を歪めて、あの様子だとものすごい苦痛だったんだと思う。それ以上思い出したくない。あなたを怖がらせたくないから。だってきっとただの夢でしょ。多分ね。何も心配はいらないわ。そうだといいけど、ただの悪い夢だったにしてもみんな不安がってる。ワンダ、私が保証する。ただの夢よ。どうしてそう言えるの？話すのはこのくらいにしましょう。みんなが見てる。見てるの？そうよ。私のことが怖くて仕方ないのね。ねえ、これで気が楽になるかわからないけど、みんなは私のことも同じくらい怖がってるのよ。眠りは浅い方なんだが、昨日は目が覚めないような感覚だった。今日はまだ何も燃やしてないの？ゆうべ僕らの頭の中にリリスが現れた。きっと気に入るぞ。あれはただの夢。そうだよな。次は何でもいいから他の夢を見せてくれないか。テストの日に全員寝坊してみんなパジャマで学校に走るって夢だって構わない。そういうありふれた怖い夢でいいんだ。リリスは陽秘師欲しさのあまり我々の感情や心をもてあそぼうとしている。我々を恐れている。とはいえ腑に落ちない点は残る。全体像が曖昧で何か見落としてる気がしてならない。ハンター、夢をコントロールできないにしても共有しない方法を一緒に探せないか。昨夜のあれは夢じゃ。うん、新しいコイルか。早速仕事だ。たまに自分が怖くなるよ。次の機会。
昔、雲に噛まれて腕が4本生える夢を見たんだ。楊飛氏は大声で読み上げてほしくてたまらないらしい。よかったな。俺はクラスメートの前で音読するのが嫌いなんだ。まだいけるか？俺たちを売ったりしないよな、ハンター。俺を失望させたらよくない。怪しい術なんかで信頼が揺らぐもんか。あまり触れたくはないんだけど、妙な夢だったよ。夢はさておき、みんな穏やかならぬ夜を過ごしたようね。聞くのははばかられるけど大丈夫？なぜ？どこか具合が悪そうに見える？いいえ、今のところは。ただあの悪夢、みんなが見たあなたの夢だけど。みんなが見たけど、話を避けようとしている夢のこと？チョーカーのおかげで守られたことに感謝しなくてはね。一体私を何から守ってるの？あなたの母親よ。他に誰がいるの？そのチョーカーがなければどんな方法であなたを操ろうとしてくるかわからないわ。彼女ならあなたの夢を犯そうとしてもおかしくない。昨夜私たちの夢に入り込んできたように。みんながあんな夢を見たのは楊飛氏の影響という可能性もあるわ。いいえ、あの夢はそれ以上のものだった。彼女の邪悪な気配がしたわ。まだ余韻が残ってる。サラ、自分の姉が思うほど邪悪な存在ではないと考えたことはある？あるわけないでしょ。なんということを言い出すの。耳を疑うわ。あなたの様子を確かめて正解だったかもしれない。今のはきつすぎたわね。ただいずれにしても油断しないのが一番ね。あなたに何かあって欲しくはないもの。こんにちは、ハンター。